では、決して他人事ではない痴漢の冤罪被害。たとえ実際に流行っておらず、否認をしても、被疑者として長期間拘留され、場合によっては、社会的制裁を受けてしまうことも少なくありません。そんなリスクを軽減するための痴漢冤罪保険が、現在話題になっています。正確には、交通事故などの際の弁護士への相談費用を保証する保険に、痴漢冤罪ヘルプコールが無料でついてくるというものなのですが、年額6400円の保険料で、その場で弁護士に電話相談できることが可能になり、状況次第では、弁護士が警察や駅員と直接話してくれるなど、その時が起きてしまった際には、大変心強いであろう内容になっています。痴漢の被害者となった際に弁護士に相談する場合も保障される。日本以外でも、セクハラなどに関する冤罪被害はかなり多いようで、自国でも同様の保険が誕生することを望む声が続出していました。海外の反応。日本以外でも必要としてる人間はたくさんいるぞ。スウェーデン。痴漢冤罪保険か。素晴らしいアイデアじゃないか。アメリカ。こういう保険は、アメリカでもすぐに必要になるだろうね。アメリカ。そのうちみんな証拠として、あるいはアリバイ証明のために、ボディカメラをつけて生活するようになるかも。アメリカ。まさに、俺たちスペインの男たちが求めてた保険じゃないか。スペイン。痴漢冤罪は、男たちにとって一番の恐怖。少なくとも、俺にとってはそうなんだ。アメリカ。うん、この保険はあった方がいい。天才的なアイデアは日本人に任せておけば間違いないよ。 UAE、 これはいいね。要は念のための実践でしょ。国籍不明。こんな保険があったのか。アメリカの保険会社も割とマジで検討してくれ。アメリカ。こっちでも今すぐに痴漢冤罪保険が必要だ。オーストラリア。保険に入るくらい痴漢の冤罪被害が怖いなら、いっそのことバスや電車を使わなきゃ良いんだよ。国籍不明。過去に痴漢被害をでっち上げて捕まったことがある人も性犯罪者リストに載せるべきだと個人的には思ってる。ドイツ。ここ数年、痴漢の冤罪は日本で大きな問題になってる。もし冤罪を被ると人生の全てを失ってしまうんだ。オーストラリア。こんな保険まで思いつくなんて日本人はスマートね。カナダ。こっちでも導入するべき。学生街で売った方がいいよ。こういう保険は間違いなく入っておいて損はない。アメリカ。 We can do it。 私たちはセクハラをでっち上げて男たちをクビにできる。アメリカ。前に僕の同僚が別の同僚の女性からセクハラ被害で訴えられた。仲が良い職場仲間は、彼がそんなことをするはずはないと感じてたし、訴えた女性を除いて、みんな、でっち上げに激怒してたよ。結局、その女性は、自分の思い通りにはならなくて、そのうち会社を辞めてしまったけどね。国籍不明。そういうキテレツな人間が、たった一人いるだけで、職場の良い雰囲気って壊れちゃうよな。スリランカ。これは、役立つ保険として、あっという間に認知されると思う。実際、アメリカにも今すぐ入りたい人は多いだろうし。アメリカ。男子大学生は、一応全員入っておいた方がいいな。イギリス。私も、アメリカの会社に、こういう保険を用意しておいてほしい。アメリカ。頼む、ドイツでも冤罪保険を導入してくれ。ドイツ。日本人は賢明だ。俺たちも日本のような国を目指そうじゃないか。イギリス。痴漢冤罪保険、間違いなくカナダでも登場すると思う。カナダ。冤罪を恐れる同志たちよ、日本がまたやってくれたぞ。国籍不明。被害のでっち上げは女性たちの新しい武器ってところなのかしら。冤罪保険はますます需要が高まるでしょうね。イギリス。冗談抜きで、これは日常に潜む本物の脅威だ。特に白人の男たちにとっては。国籍不明。
日本に2年間住んでたことがある。全部じゃないにしても、ほとんどは冤罪じゃないんだ。アメリカ。どうやって冤罪じゃないのか知ったのさ、イギリス。自分は、冤罪に合わないようにラッシュアワーを避けてる。9時過ぎになればかなり空いてくるから。アメリカ。世の中にこんな保険があること自体知らなかったけど、こっちでも取り扱いが始まったら絶対入りたい。アメリカ。でも実際問題、痴漢は日本で大きな問題なのは確かだよ。日本人は衝突を嫌う国民だけど、女の人は特にそう。だから被害を受けても声を上げることができないんだ。アメリカ。公共交通機関を使う男たちは冤罪被害に遭う危険性がある。そのことを常に頭に入れておくのは重要だと思う。カナダ。日本語のサイトを覗いてみたけど、この話は本当みたいだ。痴漢の疑いをかけられたら、そこから無罪になるのはほぼ不可能だって弁護士でさえ言ってるらしい。だからこういう保険があると助かる人が多いだろうね。国籍不明。ご主人などのことを思ってか、女性からも支持を集めていました。本当に、入っておくに越したことはないですよね。あとは、本物の痴漢常習者が悪用しなければいいのですが。